山田ヤマタグループ公式チャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。僕はリフォーム増改築の専門店ヤマタのリフォームの渡部行くんです。ここからはヤマタのリフォームについていろんなことを紹介していくね。最後まで見てグッドボタン、チャンネル登録してくれたら嬉しいな。コメントも待ってます。まずは僕が働いているリフォーム増改築の専門店ヤマタのリフォームの紹介だよ。リフォームって言葉は一般的に言うと古くなったお家を修復して新しく回復することだよね。ヤマタのリフォームではお客様のご要望に沿って部分的なリフォームからお家丸ごとリフォームまで様々なリフォームをしているんだ。ヤマタのリフォームの種類は全部で4種類。キッチン、お風呂、トイレ、洗面化粧台などの水回りリフォーム、LDK の改築リフォーム、外壁塗装や屋根の吹き替え、カーボードなど外回りのリフォーム、そしてお家丸ごとフルリフォームの4つだよ。今日は4つ目のお家丸ごとリフォームをしたお家を見に行こう。こちらがリフォームする前のお家、3LDK の2階建て。お客様からのご要望は3つ。駐車場を作りたい。家族が集まる広くて居心地のいいリビングにしたい。予算内で壁紙をきれいにしたり断熱補強がしたい。うんうん、確かに壁紙は汚れているし、リビングは狭くて家族が集まるには窮屈な印象だね。車が必須の鳥取県じゃ駐車場2台は欲しいところだよね。それでは工事スタートです。工程はこんな感じで進めていくよ。現地打ち合わせの時に分かったんだけど、建物の床が少し傾いていたんだ。それに段差が多いのも気になるね。大工工事の時に傾きを調整して全室バリアフリーにしたよ。あとは広いリビングにするために柱を取った分、仮補強をしたり断熱材もたっぷり入れて隙間風対策もバッチリさ。そうそう、両方にあった駐車スペースは薬化ソース加工した上での工事だったからちょっと大変だったね。そして3ヶ月後完成したお家が、じゃーん、見て見て、2台分の駐車スペースができたよ。玄関も引き戸から開き戸に変わっておしゃれでしょ。窓のサッチも新しくして新築みたいだね。中も見てみよう。1階から2階まで全部のお部屋に断熱材を入れて、壁紙と床も新しく大変身。どこの部屋はこの部屋がいいかな。こっちは LDK だね。もともとキッチンと和室の2間続きだったのを壁紙を取っ払って1つの大きな LDK にしたよ。これなら家族みんなが集まっても大丈夫だね。家族団らんの様子が浮かんでくるね。水回りはお店に展示していたものから選んでいただきました。L 字型のキッチン、とっても使いやすそうだね。お客様からも、LDK、すごく綺麗で開放感がある。天井が高くて広くて、すごく満足です。って言ってもらいました。とっても嬉しいね。ありがとうございます。どうだった？これからもいろんなリフォームを紹介していくから、ぜひチャンネル登録してチェックしてみてね。ここで、ヤマタのリフォームから宣言します。リフォーム増改築の専門店、ヤマタのリフォームは、どんな些細な依頼でも、お客様が相談してよかった、と喜んでいただけることを一番に考え、小さな修繕から建て替え、増築、集合住宅の増改築まで、幅広いニーズにお応えし、親切、丁寧、迅速
の対応を大切にします。ヤマトのリフォームは見積もり無料。県内最大のショールームではキッチンやバス、トイレ、洗面化粧台など全44台の実物を常設展示しています。見るだけ OK、聞くだけ OK。 ぜひ気軽にお店にご来店お待ちしております。あと、ヤマタグループ公式チャンネルではお客様のお家紹介からデザイン住宅、建売り住宅、デザインアパートなどいろんな動画を公開しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね。